7300系車内ゆりかもめ7300系電車は株式会社ゆりかもめの AGT 車両。2014年1月18日に営業運転を開始した。2014年グッドデザイン賞受賞株式会社 GK デザイン総研広島によるデザインディレクション。本校では2018年以降に投入された7300系のマイナーチェンジ版である7500。 軽電車についても記載する。1995年のゆりかもめ東京臨海、新交通臨海線開業以来使用されてきた7000軽電車と沿線の利用者の増加に伴い、順次導入してきた7200軽電車の置き換えのため製造されるもので、2013年3月に第一編成となる7311回が落成。同月末より、 夜間の本線市運転を開始し、2014年1月18日に営業運転を開始した。7300系は2016年度までに18、編成108両を導入し、7000系を置き換えた。また、2017年度は1編成も導入されなかったが、7500系は、 1> 第1編成となる7511回が2018年11月11日より営業運転を開始し、同年度から2020年6月までに7200系の置き換えを目的に8編成48両が導入された。同年10月をもって7200系の全編成が運用を終了し、ゆりかもめで運用される車両は7300系、7500系に統一された。 両開きドアの採用により乗降のスムーズ化が図られたほか、車内全席のロングシート化により7000系より最大乗車人員が1割程度増加し、混雑の改善が図られる。車両番号は、1000位の数字は、臨海副都心が7番目の副都心であることから7、100位と10位の数字は、編成番号を表している。7300系は、 第48編成まで導入され、7500系の1編成目は、第51編成とされたため、49.50が結番になっている。また、1位の数字は号車番号である。車体は7000系電車のステンレス構成から、本系列ではアルミ合金製のダブルスキン構造に変更され、車体表面はヘアライン処理を施しており、 部分的に FRP 材とカラーシートと配置した完全無塗装車体としている。車体断面は裾絞り形状の幅広、車体を採用、車体前面は白く円を取ったブラックフェイスとして、車両前面には折りたたみはしご付きの非常用、脱出扉が設けられている。全消灯は電極を7000系のシールドビームから h i d バルブに変更されており、車体中央と 連結器の両脇に設置されている。通常は、車体中央のみ点灯し、連結器両脇のものは主に手動運転を実施する、際に点灯する。車体側面は、無塗装で、車体腰部に7畳の細いラインが入る。側扉は、電動式の外吊り式の開口幅 1100mm の両開き扉を採用、乗行のスムーズ化が図られている。また、 各車大量端の側窓は、車内換気のために開閉可能となっている。また、列車無線は7000系の誘導無線方式から、デジタル空間波無線方式に変更されており、車両との送受信は沿線に貼られた誘導線から設置されたアンテナに変更され、音声だけでなく車両のデータや故障などの情報を送ることができる。制御方式は、7000系の4から6次車と同じく、 コンバータで三照交流を直流に変換した後、VVVF インバータで三照交流に変換して、誘導モーターを制御する、コンバータインバータ制御方式を採用している。主電動機は、出力 110kW の3、消化後形誘導電動機であり、主電動機の冷却は、自己通風式が採用されている。終電装置も、3つの終電機が、車体下部に取り付けられている。 また、電動空気圧縮機は、コンパクトなオイルフリースクロール圧縮機する、走行方式は、4案内輪車軸ボギー方式が採用されているが、7000系の4から6次車とは、機構が異なり、三菱重工業が開発した、独自の機構が採用されている。これは、台車と車体の間が固定されており、案内走行装置と車輪の車軸との間で、案内走行装置により、 車輪の車軸が旋回することで、車輪を自由に回転する機構となっており、また、案内走行装置の案内棒の先端に取り付けられている案内輪と分岐輪の軸の設置部分には、走行中において車体に案内機上からの衝撃を極力抑えるため、干渉機構が搭載されている。内装においては、編成の両端を除く前席が、客台のないロングシート、G フィットとなり、 7000系より最大乗車人員が1割程度増加するとしている。車内照明は薄型面発光 LED 式が採用され、天井空間の圧迫感の軽減と環境負荷の低減が図られており、窓ガラスは日射、紫外線、熱線の透過率が低いグリーンガラスを採用している。座席はセミハイバックタイプのバケットシートを採用、一般席の座席モケットは青だが、 優先席部ではオレンジとしている。座席袖仕切りは強化ガラス製を採用した。荷棚も設置され、こちらも一部強化ガラスを採用している。空調装置は7000系の車誕生部2箇所からの冷風を、車内中央に流していた方式から、天井にダクトと冷風吹き出し口のスリットを設けて、車内において均一に冷房が効くようにした、ダクト空調方式に変更されている。 編成戦闘部は7000系、7200系に引き続き全面展望座席が設置されており、営業時は原則として ATO による無人運転を行うことから、運転台は通常はカバーで覆われている。運転台の表示は10.4インチ、液晶ディスプレイ方式のグラスコックピットとなる。また、全面窓の大型化により車内眺望の向上が図られた。優先席は、 編成前車両に設置された。優先席では座席もケットのほか釣りカーもオレンジである。また、中間車4両に、それぞれ1カ所ずつ車椅子スペースが設けられ、跳ね上げ座席は廃されて、フリースペースとした。ドアは7000系の外釣り式編開きから外釣り式両開きとなった。駆動方式は、永久磁石動機モターにより駆動される、ラックピニオン方式。 側扉上には、千鳥配置17インチ液晶ディスプレイ方式の車内、案内表示装置を設置、日本語の他に、英語、中国語、韓国語での案内を行う。各社大量催面のカモイブに、防犯カメラが設置された。7500系は、7200系の置き換えを目的に、2018年11月11日より、営業運転を開始した。 車内フリー Wi-Fi を導入し、すべてのドア上部に17インチの2、画面液晶ディスプレイを設置した。送風機を1両あたり2台新設し、ドア付近の車内空調の改善を図った。握り棒の形状を変更し、車椅子スペースの手すりを二段化した。また前面窓の映り込みが低減され、より一層眺望を楽しめるようになった。株式会社ゆりかもめでは、 7300系全体を7次社としている。2013年に5編成、2014年に6編成、2015年に5編成、2016年に2編成が導入された。反例株式会社ゆりかもめでは7500系全体を8次社としている。ありがとうございます。